おはようございます。おはようございます、はい。まあ、週末は漫画ということで、はい、これですね。失踪日記。全部実話です。笑い。東秀夫ですね。はい。まあ、すさまじい内容なんですよ。やっぱり、うつ病なんですけどもね。はい。でも、とにかく人と言いたくなくて、うん、山奥に行くわけなんです。はい、山奥というか、すぐ近所の山ですけどね。はい。近所の山、近所の山。近所の山なんですよ、ね。ええ、はい。もう、毛布を見つけるわけですよ。はい。汚い毛布だと思うんですけど、ね、はい、うん、そこで一回寝てみるわけです、ね。うん。非常に心地いいわけなんですよ。はい。で、物を拾って食ったりとか、うん、そんなことしながら、うん、まあ、暮らしていくっていうのが、こう、うん、前半です。それは、その、そこの秀夫さんの書いた作者の実生活？実生活です。経験？経験です。へー。でも、うつ病になっちゃってってこと？うつ病と診断は後になって作ってたけど、うん、まあ、とにかく、なんか知らん、なっちゃうわけですよ。うんうん、でホームレスですか？ホームレスです。うん、はい、で、警察に捕まってというか、まあ、保護されて、東秀夫ですって言ったら、うん、本当ですかって人が一人いて漫画家のみたいな、そうそう、うん、先生ここに一つみたいな漫画、うんうん、あ、書いてこの人本物ですみたいな、うん、色紙を家族に引き渡されて、あ、家族もいるのに、あ、もちろんそうです、妻もいる、子供もいる、あで、うん、後半はアルチューです、うん、東さん、東さん、あ、後半は、うん、前半は、うん、前半ホームレス、まあ、夜を歩く、街を歩くアルチュー病棟、あー、入院、入院、うん、強制入院ですね、あまあ、その何と言いますか、うん、リアルです、リアル、もう身につまされる、もうよく知ってます、あ、うちの親のありさまとね、うん、まあ、うん、まあ、この人はちゃんと男子会に行って帰ってこれてますけれども、うん、まあ、うちの親は帰ってきませんでしたけど、うん、まあ、実話です、実は本当に実話でしかない、だから親が入院した時に、うん、この本を主治医にプレゼントしました、ねえ、ちゃんと書けてるねみたいな、ちょうどその主治医というのが、うちのじいちゃんの後輩やったんですよ、ああ、医学部の、そう、医学部の、長崎医専の、ああ、はい、うん、長崎大学、まあ、ちょっとそういう話も盛り上がったんですけども、また続編があります、続編についてはまた、はい、近いうちに紹介したいと思うんですけども、はいはい、やっぱりもっと生々しいですね。もっと生々しいんですか。だってもうアルチュー病棟の中のことを洗いざらい書いてますから、あ、に書いて、うん、で、まあ、僕も、まあ、そういうお芝居をね、はい、ちょっと書こうとしたことがあって、ね、で、まあ、あなたに読んでもらったらいい。どんなやつでしたっけ。なんか単層ものにするときに、はい、最初にアルチュー病棟から始まるっていう話に、あ、これは読めないってあなたが言って、あ、ちょっと暗すぎるみたいな、あ、生々しすぎる、ちょっと私には無理、なるほど、うん、で、まあ、結局舞台には しなかったんですけども、うんうん、まあ、いろんな事情で、うん、いろんな事情というかその、まあ、何があったのか知りませんけれども、まあ、できませんでしたけどね、ああ、そうですね、はい、まあ、いろんなことが舞台っていろいろありますわ、本当に、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、今日は以上で、はい、ありがとうございます、はい。